サルトビサスケと同様の術を駆使する謎の忍びを撃破した雪村は急ぎ次の広間へと赴いた。しかしこれから繰り広げられる過酷な試練と待ち構える強敵の存在をこの時の雪村は知る由もなかった。何の全ての試練を果たすまで決して倒れはせぬ。熱血武田道場その2。よくぞここまで来た。次はわしが相手。貴殿が次の試練か。いざ勝負。その前に三つ問おう。どうだな、頑張ってる。おお、サスケ、今までどこに行っていた。反則技ですね。旦那、カラクリを壊せば仕掛けが止まるぜ。もらった。もらった。よし、では扉を開けてやる。職分を忘れるな。ふざけ。よし、ここに。大将、何やってんの。慌てるでない。俺も試練。なんと卑劣な。キレン、お前の手を見習え。扉を開けるにはこれじゃな。それじゃないって。右のやつ。仕事は開いた。拙者のお尻に穴が吹っ飛ぶ。ああ、こりゃダメだ。俺たちじゃ。問い一つ、強くなって何とする。知れたこと。親方様のお役に立つのだ。もらった。不平を言い他を陥れるよりはまず己に嘘はつけませぬ。己は。これが武田名物修行、だるま叩きよ。出たー、武田名物だるま叩き。休日はだるま叩きに限りますな。いやいや、その立ち筋なら拙者が上。旦那、
黒だるまを殴ったら痛い目見るぜ。休日は針山修行に限りますな。二つ目に問う。力を手に入れ、その先にあるものは何だ。それは親方様にお褒めいただくことに他ならぬ。貴様だ。まだまだよ。次回はさらなる精進を見せ。では最後に問う。そのものを失った時、お前に何が残る。それは考えるな。もらった。数えよ。準備は良いか。さあこのわしを倒してみせ。おりゃ。よくぞ見破った。いかにもこのわしよ。雪村、俺が最後の試練じゃ。